こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。いわゆる輸出優遇措置撤廃を輸出規制と勘違いし、そこからノージャパン運動が始まりましたが、日本は5ヶ月連続で貿易黒字を記録したのに対し、韓国の対日赤字が再び急増し、韓国の一人負け状態となっているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本が5ヶ月連続貿易黒字更新を続けた。日本財務省は11月の輸出が前年同期比 4.2% 減の6兆1136億円、輸入は 11.1% 減の5兆7469億円となったと発表した。これを受け、日本は今年11月、3668億円の貿易黒字となった。日本が月間貿易黒字となったのは7月以降5ヶ月目だ。しかし、日本の貿易黒字は、新型コロナウイルス感染症の影響などで貿易総額が減少する中、輸入減少幅が大きいために生じる不況型という指摘を受けている。日本の輸出は今年11月まで24ヶ月間、輸入は19ヶ月間減少している。一方、日本は今年11月、韓国との交易では 3.1% 増加した4019億円分を輸出し、12.0% 減少した2502億円分を輸入した。これで韓国との交易は昨年同期比 43.7% 多い1516億円の黒字を記録した。主要品目の韓国輸出動向を見ると、ビール類を含む食料品が 28.5% 増加した37億円、自動車輸出は176.5% 急増した43億円となった。これは日本政府が昨年7月、半導体素材の韓国輸出規制をきっかけに、日本商品不買運動の主要ターゲットになったビール類と自動車需要が回復していることを示唆するものと分析される。それではネットの反応です。正気ではない、チェガンウクの車がレクサスなのに。確かにノージャパンを叫びながらプレステ5は予約購入するよね。他のことは分からなくても、食品だけは健康を考えて少し我慢する。朝鮮人はいつも赤字、日本はいつも黒字。不買運動をしようと大騒ぎしていたのに、実際は韓国向けの日本の輸出は 43% 増加。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。